大きな拍手に迎えられ、福原さんは北京の日本人学校の交流会に登場しました。子どもたちとの卓球大会にも参加しました。应该是一两个月前吧，我打过一次球。然后小朋友今天是就是一起打球，一起互动，真的非常非常的可爱。中国でも絶大な人気を誇る福原さんは、大使館の PR イベントにも参加し、2児の母として日本食への安心感をアピールしました。